日本秋田県秋田市ほどの中町ほどの中町は秋田県秋田市にある町。郵便番号は010-0905。住居表示実施済地区。本校では、ほどの中町の前身であり1966年4月1日に廃止されたほどの中町、ほどの新橋町、ほどの川反町、ほどの川丹後町についても記述する。 秋田市の中央部、ほどの地域の中では南部に位置する。東尾朝日川、西尾、秋田県道233号土崎港、秋田線と、その延長の秋田市道に挟まれた三角形の町域である。全域が古くからの住宅地だが、1945年に菊谷工事が拡幅された際に、沿道の古民家は一掃されてしまった。南は、ほどの通り町、西は、 ほどの諏訪町、北西は、ほどの原の町、北は、ほどのパッチ東は、千秋や土見町に隣接する。久保田城下で高六の家臣が置かれた、ほどの中町と、中級家臣が置かれた、ほどの川反町、ほどの川丹後町、小人屋敷が置かれたほどの新橋町、ほかほ、戸の元町やほどの氷諏訪町などの一部を前身とする。ほどの中町は、 現在の相沢政経外科委員の通りと秋田政旧主教会制堂の通りの食い違う二丁にまたがり、南半分は六号町とも呼ばれた。梅津正影日記源永年に1月2日の上に六号町への屋敷割付が記録されており、これは、領内各所へ派遣していた家臣を一国一条例によって、城下へ集中させた際に、六号の家臣を当地へ住まわせたことを意味する。 徳政屋は2、6号より5か中期総郎手、久家総郎、古小田の中町の内族に、6号町と運とあり、明治初年までは、小田の中町、6号町どちらも使われたが、明治5年の大工商区制で小田中町に統一された。小田の新橋町は、小田の中町から北へ連続する町で、名の通り北端で、小田の新橋につながる。 おこびと役所が置かれており、くじ訴訟の下調べや犯罪の捜査など今日の警察に相当する公務を担っていた。ほどの川反町は旭川沿いの片川町で、半世紀には南側の上定、北側の下邸に分かれていた。上邸の西隣がほどの川丹後町で、半世紀には白銀町とも呼ばれた。一家はすべて住居表示実施に伴う変更。 2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町内に鉄道路線はない。最寄り駅は中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。